映画監督の伊藤智章です。今回は本寺のリバイバル上映を群馬県の高崎にある石沼邸区高崎さんが昨日から上映してくれてまして、それの舞台挨拶その他で来てるんですけども、今回お世話になってるその石沼邸区高崎の総支配人の塩さんと支配人の小林さんが来てくれてるので、ちょっとこの3人でいろいろ対談をしていこうと思ってます。よろしくお願いします。まず今回はこの高崎でゴンドラを上映を決めてくれて本当にありがとうございます。こちらこそもできて本当に光栄に思っています。ありがとうございます。本当に上映できて何よりです。お客様の反応も本当に良くて、それが何よりです。昨日はい、お二人ともゴンドラの上映だと交流会にも参加していただいたんですけど、はい、どんな感じでした？いや本当にいろんな、ね、ご意見が聞けるっていうのはすごく楽しいなっていうのと、あんまりこう頻繁にああいうことをうちの劇場でもしていなくて、時々はしてるんですけども、はい、こちら発信というよりは本当に監督さんがちょっと行きましょうよっていうところにちょっと同席をさせていただくっていうことは時にあるんですけれども、なんていうんだろうな、ものすごくこう静かな熱気をたたえた方々がお集まりいただいてるっていうのがすごく印象的で、ポツポツとお話しされるんだけども、みんなもうここにこことここにいろんなものを持ってて、自分の言葉で伝えたいっていうのがすごく感じられて、非常に言葉合ってるか分かんないんですけど面白い時間を過ごさせて。まあ、ちょっとああいう機会がなければ、本当名前も知らない、出会うこともない人たちが、ね、一つの映画を見たことで、1時間、まあ、2時間近くかな、時間を共有して、好き勝手しゃべるって、まずないですからね。そうですね。はい。今年ね、1月の28日から、本当に28年ぶりにゴンドラがデジタルリマスターしたので、リバイバル上映が始まったんですけど、僕自身も正直こんなに長い間ロングランで、都内はもちろん関西地区も地方もこうやって広まっていくとは全く夢にも思ってなかったし、もう本当に1週間ぐらいちょこっと上映して、開口主義の人が見に来て終わりかなぐらいとしか思ってなかったんですけど、いいように本当に信じられないぐらい広がってくれたので、で僕はその時に思ったのは、やっぱり僕自身が30年映画の世界から割り当て離れちゃったもので、でも次にこの30年ぶりに新作を今撮ろうと思ってるんで、30年前、まあ、もちろんここの名を公開したのは28年前になるんですけど、と今ではこのやっぱり興行の世界も映画の興行の世界も見せ方もいろいろ多分僕がやった頃とはだいぶ変化してるんじゃないかっていうのがあって、せっかくこの機会だから今年はその上映していただくミニシアターを全部回って、まあ都内の場合は本当上映してる毎日行って客入れからいろんなことも体験して、なんかこの30年間の空白を埋めたいってことでやってきたんですけどね、まず僕が一番ちょっと驚いたのは、そのゴンドラを28年前に公開した頃っていうのは、その本当に今回の石沼邸区高崎さんも60ぐらいのキャパの声じゃないですか、そういう劇場っていうのは都内でもほとんどなかったんですよ、もう有料スペースのイメージをご覧ぐらいかな。で僕がその当時でやってた子をやってたのは、一番は岩波ホールだったんですよ、とかやっぱりシネシャンティだとか、六本木にあったシネビバンだとか、まあ要するにフランス映画社系の映画をやるような、そのアート系の芸術映画をやるような映画館でやりたいっていうんで、ずっと小屋を探してたんですけど、やっぱり200から250キャパぐらいの劇場でしたよね、
で、まだモンタラは縁があって、うん、テアトル新宿さんで、うん、あの最初のロードショーをやったんですけども、うん、でも、まあ、この時年月が経ってあの時の力には戻れないんですけども、うん、今もしあの時代に、うん、あのこういうね、うん、60、70、100、2万のミニシアターがもっとあったら、うん、そこで例えば本当に半年ずっとやり続けるような、うん、やっぱりシステムのが向いてる写真だったんじゃないのかなっていうのが僕の中であるんですよね、うんうん、ただその今回いろんな劇場を回ってみて、まあ、今回の高崎さんもそうですけども、うん、1日にもう本当に何プログラムをやるじゃないですか。あの時代は僕が28年前やった時は1個の映画を1日3回でも4回でも5回でも公開するのが普通でしたよね。それはやっぱり一番原因は何なんですかね。それはやっぱりお客様がそれだけあのコンスタントにいらっしゃるっていう想定がつかないから、うん、そのとてもいい映画なんだけどずっと開けておいて、はい、ガラガラになるよりはあのお客様を変えて対象者を変えて作品をあの紹介をするというのと、まあ、単純に地方なので地方の場合はあの数を多くやっぱりそれだけそのなんていうんですかね、あの絵画という言い方はしたくないですけど、うん、鑑賞する絶対値が東京と比べては少ない、まあ人口比も違いますよね、少ないので、そういうふうにすると、まあ、作品を変えることによってそれを見たい方っていうのがいらっしゃるだろうというのと、こちらからの提供としてはいろんな作品を見ていただくっていうことの、まあ、なんて言うんでしょうね、その解決策として何本か1日にやるっていうことをあの定着化してきたんじゃないかなっていうのは一つ、まあ、今東京でもほとんどそうですよね、はい、あのミニシアターが一本の映画をずっとやり続けてるってないですもんね。そうですね、だから今は本当にもうあのサイクルが早いと言われてますけれども、はい、そのお客様が入らないと思った時点で土日の時点で最初の初日の数でじゃあこの週数で切ろうとか、うん、あもうちょっといけそうだから伸ばそうとかっていう、まあ、ロード召喚もそれがその長くやろうとか切ろうとかっていうのは多少はできるかもしれませんし、あのシネコンさんなんかはねそれができるように、はい、あの劇場の数が多いからできるようになってますけれども、はい、まあ、シネマテク高崎もできた時は1巻で58席だけで、はい、であのだから本当に始めた頃はそれこそ私たちもあの本数そんなにはやりたくなかったんです、ね、あのスタートはね、うん、それ今から13年前に、はい、それはただその1本を何週間もっていうのは地方でももちろんその前例もないしっていうのもあり、その当時少しずつはでき始めてたので地方のミニシアター、はい、そういうところ の数字だったりとかいろいろお聞きすると1日に2本とかで回すとか、あとはモーニングと普通のメイン講義を変えるとかそういう形でやったらっていうのがそうだなと思ってあのやり始めたんですけれども、2年目ぐらいかなぐらいかどんどんやっぱり作品が増えて自分たちが組んでても、はい、やっぱりこう閑古鳥が鳴くのが2週間のうちに何日もあったらこれはやっててはまずいと思うので少しずついろいろこう情報収集をしたりそういう中でじゃあちょっとこの映画自体は3週間を持たないだろうからじゃあ2週間なんだけど、じゃあ1週間のうちに2回回すのか1回回すのか、そこをいろいろ考えながらやっていて、ただそんなに数を増やしたくないと思いながら、整合しながらはやってきたつもりなんですけれども、加えて多分3、4年前ぐらいですかね、やっぱり日本映画も格段にその作られる本数が増えてきて、劇場公開数が増えてきて、監督おっしゃるように地方だけの形だったのが都内もその形を取るようになったので、そう、都内も問題なんですよね。都内のロングランがなくなった、はい、そうすると単純に都内でも公開本数が増える、はい、そうすると地方でさらにその、可能性のあるものというのは増えていく、できるかできないか別にして、そうするとこちらもやっぱり都内のサイクルに合わせていくと必然的にそういう数が増えていく、
だから今うちは一月に16本ですね。16タイトルですよね。そうですね、まあ2つにありますけども、まあ、2つ作るんだって2つで16は本当に多いと思ってるんですけど、1ヶ月ですよね。多いですよね。減らそうって言うんですけど、そうですよね、減らせない。うん、1ヶ月にだから1つの間で、うん、ね、1スクリーンで8タイトルですよね。そうですね、多いですよね。僕あとね、今年いろいろ回ってる中で、まあ、シネノボさんなんかも本当にそうでしたけど、ほとんど支えてくれてるのが、まあ、ポロポロさんなんかも特許のシニア層なんですよね。圧倒的にやっぱり本当にシニアの人がお客さんが多くて、で熱心にね、伸びて、もう昔の僕が映画青年時代に各映画館で夢中にチラシをね集めてましたよね、これ見たいとか。そういう感じでおばちゃん、おじいちゃんがね、一生懸命踊ってるのを見ると、本当にまさに今、ミニシアターっていうのが、そのシニアの人の憩いの場っていうか、サロンになってるんだっていうのはすっごく感じたんですよ。でも、それとは逆に、本当に若い人がね、少ないっていうのは、今年すっごく感じました。それら辺はどうですか？その13年前、始めた頃の。始めた頃は、じゃあまだいましたかね、若い人が、その13年前は。まあ、いてもね、まあ本当に何人っていう数字ですけど、2桁にいかないかもしれないけど、月にはね、ちらほらと。まあ、やっぱりその昔流でいうと、ちょっと内向的な映画青年、映画少女がいましたよね。嬉しくなっちゃって、高校生が来たんですね。高校生ではしゃぎちゃうでしょ。今日来てましたね、最年少のね、高校生みたいな女の子、女子がね、もう興奮しちゃいましたね。そうですね。じゃあそれがもう最近はやっぱりめっきり本当に客層がシニアなんですね。若い方も来ても本当にその一作品で一人とか二人具合で、でどうしてもそういう方たちってどうしても一人でお一人でいらっしゃったりするので、友達と一緒にではなく一人で見るっていうような感じなので、今もうずっとお二人でその高崎の映画祭の方もいろいろ応援なさってますよね。でその高崎の映画祭も歴史がやっぱあるじゃないですか。でやっぱりこの近年になってきて、映画祭を支える、映画祭を見に来るっていう層もやっぱりこれもシニアが多いんですか？多いですね。スタッフもそうですか？スタッフもそうですね。そのボランティアのスタッフたちも、はい、かつてはその、まあ、高崎映画祭今年での春で31回だったんですけど、はい、私が13回の開催の時に入って、彼女も15回の時に入ってるんですけど、はい、その当時私がまだ学生だったので、やっぱり見に来る友達とかが見に来てくれたし、チケットを持たされるんですけど、はい、私多分2年ぐらいはナンバーワンで売ってたんですよ、スタッフの中で。はい、そう、もうかなり売れたんですよ、学生に、ね、友達に売ったし、みんなも本当に手を挙げてくれて、行く行くっていう感じで来てくれたし、同級生たちがね、やっぱりその映画祭自体がその 春休みにがっつり入ってるので、3月下旬から4月上旬っていうスタイルでやっていて、それ何の疑問も持ってなかったし、春休みに学生が行くんだと思ってましたし、自分もそのだからスタッフの参加も学生多かったし、見に来てくる人も多かったし、だから昼間にプログラムを朝から晩まで組んでたんですけど、本当にコンスタントに平日も関係なく人来てたんですけども、5年6年経ったぐらいからガクンガクンって減り出したな、私もチケット売れなくなったなというところが、もう目に見えてはっきり分かったんですね。目に見えてはっきりですね。だからここ、この5年前ぐらいからは完全に、もっと前かな、7、8年前ぐらいの映画祭のプログラムは昼間の、平日の昼間のプログラムを組まないっていう、ね、まあ、シネマテイクはねやってるので、はい、こちらの会場のところだけは入れてますけど、公共ホールでやるときはやらないっていうのをやってたんですけど、一回だけアンビオクラスだっけのなんか特集をやったときに、シニアだよねって言って、昼間の平日に高崎市文化会館っていうホールのプログラムを組んでみたら、
そんなにたくさんはもちろんドバとは来ないんですけども、やっぱり来てくださるシニアの方々っていう確実にいらっしゃって、はあ、なんか映画祭は昼間かねみたいに思ったりとか。それはあれですか、経営の風景とかやったんですか、はい、そうですよね。なんかいろいろそういう、うん、名映画をやるときには、うん、かつて見た方がそれをもう一度見たいって言ってくださって来てくれるっていう、それやっぱりシニアなんだね、うん、いや僕はね、なんで今年これをすごく気にしてるかというと、やっぱり2本目これからまた来年に向けて撮っていこうと思う映画は別に何だろう、大衆にこびて作るようなもんじゃないし、そういう大衆受けするようなキャスティングをする気もないし、相変わらずディープなものをやっていきたいと思うんで。でもそれがやっぱり興行としてね、本当に一握りの人しかやっぱり見てもらえないと、本当にあの時もそうでしたけど、すっごい十何年も借金を背負うわけですよね。やっぱりそうじゃなくて、やっぱり大勢に見てもらえる方向を作らないと、じゃあやっぱりなんですかね、テレビ局がバックについて、結局アイドルが出て、イケメンが出てっていう、やっぱり映画じゃないと興行があってにならないと、もういつまでたっても変わらないと思うんで、でなんとかこういう関係者、劇場を今やってる人たちの意見なんかもいっぱい聞いて、何かを僕今模索したいんですけどね、なんか道があるんじゃないかなって諦めたくはないんですよ。やっぱり自分たちもやってと思いますけど、一つには続けることだっていうのは絶対的にそうだと思っていて、集客がこう、なんていうんだろう、芳しくなければ、じゃあこの回を削っていこうとか、こういう方向で違うことをやっていこうってやって、変えていって、なんていうの、こう成果を出していくってやり方が、まあ、常だと思うんですけれども、やっぱりそれをどこか歯を食いしばって、いや、今はダメなんだけど、ずっと続けていくことによって何か変わるかもしれないっていうふうに思って、やっていくっていうのは一つ必要なことだと思ってるんですが、ただそれってやっぱり微塵を切ってみんなでやろうねってことでもないじゃないですか。そうですね、大変なことですよね。やっぱりそれをどこかで共有できる人たちが頑張ってやる、もうとにかく、まあ、2,3 年はしょうがないよ、頑張ろうよっていうところでやっていくっていう、その流れをどこかで作りたいなっていうのはずっとそれは正直思ってますね。で私たちはやっぱり劇場でじゃあいいよ、もうこの映画はもう8週もう12週もやるよっていうのはなかなか言えないのは、現実の音を照らしてしまったりとかすぐするので、ただそのどこかではそういうことを常に意識をしながら、今はこうパチャパチャ組んでるけども、そういうことはやっていくべきだと思いながらはやっているので、全体のその映画のプログラムのコンセプト、一本これってわけではないんですけど、全体のところではそれをぶれないようにしたいなとか、人が集まるその例えばアイドルが出てるとか、大手の資本がついてるものをやればお客様来るんだったらそれやればいいわけで、もうそれやってもしょうがないと思ってるから、そうじゃない映画をどうにかお客様が来てくれる映画化にしよう、映画化を育てようっていうのを今先にやっているっていう感覚が正直あるんです。でもそこにやっぱり作品がついてくるっていうのが一番いいなと思っていて、そうですね、だからそれは可能性としてはすごくあると思うんですけれども、単純に世の中がやっぱりすぐに成果を求める世の中にはなっている、すごくせっかちですよね。だから本当に伊藤監督のおっしゃってることにものすごく共感をするんですけれども、その分監督が大変な思いをされるっていうのも分かってるんですけども、僕でも今年ね、その井浦さんの次にポレポレ東中村だったんですけど、その大月さんという、まあ、次第にトリウッドのオーナーでもあるんですけど、彼がその1日も公開してないのに、もう2週間から3週間やろうよって言ったんですよ。僕正直言って本当に自信なかったんで、まだユーロさんも蓋開けてなかったし、大月さんとりあえず1週間といいですよ、で公開見て決めてくださいって言ったら、もう行こうよって入るだろうって言ってくれて、で言ったんですよ。で本当に開けた時2週間で1000円以上入って、大月さんも大喜びだったんですけど、
言ったんですよ、月さんに、うん、もし入んなかったらどうするつもりだったんですかって言ったらね、僕一生消えないと思うけど、うん、俺お前が好きなんだよ、うんうん、だから好きなやつがボケてもムカつかないじゃん、うん、そう言ってくれたんですよ、うん、だから入るは入んないじゃなくて、お前の生き様が好きだから俺は書けるって思ったから、それが失敗してギャンブル外しても俺はムカつかないよ、うんうん、でそれとあの大阪のね、ヒネルーパの影山さんがいきなり7週間やるって言い出したの、うんうん、これもイカれてるなと思ったの影山さんおかしいんじゃないかなと思っていや、かっこいいですよ、7週ってありえないですよ、でもだからそういうなんか思いっていうかな、うん、さらに僕の中でね、あのなんかねやっぱりやんなきゃって気持ちがすっごく息づきましたね、うんうん、でそれにまた輪をかけたのが、うん、まあ大分で大地さんにものすごい葉っぱかけられましたね、うん、やんなきゃいけないっていうこと、うん、はい、そうですね、やっぱりでもなんかやっぱり少し変えたいですよね、うん、そうですね、本当にこう、そうおっしゃるとおり、これこの映画がないとか言うとすごく失礼なんだけど、いや、ないわけじゃないんだけれども、やっぱりその惚れ込んだ後に一緒に走り続けられるかどうかっていうちょっと不安が多分お互いに生じてしまうみたいな時代があって、でなんかそういうところで少しずつこう掛け違えていたものが大手の資本とかに巻き込まれていって今の状態になっているような気がしていて、やっぱりその最後は人だと思うので、僕もそう思いますね、やっぱりその人と人とのまあ関係性だったり結びつきだったり、その何て言うんですかね、映画をやっぱり映画をお互い信じてるね、うんみたいな、そういうところをすごく大事にする環境っていうのをもう一度こう立ち止まって確認するっていうのが多分今だと思っていて、特にだからこのドラマそういう火を多分映画監視に多分つけたんだと思います。私たちも本当そうだし、僕らの本当にね、今年いろんな劇場でやらせてもらってて、どんなに劇場がおしゃれで綺麗でも、うん、僕はそこで働いてるスタッフがね、やっぱりお客さんに対して無表情で愛情が全くないとこはもうやりたくないんですよ、うん、そこがどんなにボロ小屋でも、うん、本当にやっぱりそこで働いてるスタッフがみんなやっぱりお客さんを思ってる、うん、映画を愛してるのが、愛がやっぱり溢れてるね、映画館でやった時に本田さんはすごく喜んでくれてると思うの、僕も行った時すっごく嬉しいんですよね、なんかやっぱりお客に対してね、冷たい態度とかしてるのを見るとカチンってくるんですよね、でもだからそんな劇場が綺麗であることが何なんだろうって僕はやっぱりすっごく思うんですよね、まあそんなこと言ったら今の若い人はもっと劇場から離れちゃうのかもしれないんだけど、やっぱり今潮さんが言ったらやっぱり人間と人間なんじゃないかなっていうのをすっごい感じるんですよね、だから僕はシネコが嫌いなんですよ、なんとなくね、あのスタッフがどうのこうのじゃなくて、やっぱり映画に対するみんな集中した気持ちがなくてポップコーンに集中してるでしょ、なんか違うものだと思ってるから、なんか映画を見に行くよかったじゃなくて、あれはポップコーンを食いに行くと思うんだって思うんだよ、やっぱりでもお客さんもだんだんその本当に若い人から減ってきたっていうのもあるけど、でも逆にむしろ映画のフィルムっていうのは作ってる映画を配給してる今度作り手は若い人も増えたんじゃないですか、うん、作り手は増えてますよね、どんどん作品も作られてきます、まあ、デジタルに本当なったんでローバジェットでも作れるようになったから映画もちょっと変わりましたよね、日本映画も、そうですね、あの映画祭をずっとやってて若手の作品なんかを見ていると、80年代90年代初めぐらいの若手の力みたいのが正直その、まあ、35ミリからちょっとこうデジタル化がってなってきた時にたくさんのそのフィルムメーカーたちが生まれて、ちょっとこう映画監督でなりたい子がいっぱい生まれてきて、そういう彼らが作り出したもの悪いとは言わないんですけど、まあ、ちょっと力のないものが多いなと思ってたんですけど、この数年またなんかあれなんかやらかしてくれそうな若手が増えてきたなっていう気がしていて、すごくなんか上向きになってる気がするんですよね、うん、映画のその機運っていうか、はいはい、あの産業的にはもちろん厳しいんですけど、産業的にはね、うん、
ただなんか前よりは少しその若い人たちのその熱さとか、やる気、あと、まあ、50代60代のその監督さんたちも一時期はちょっと厳しいんだよ厳しいんだよって皆さんが言ってたけど、もう厳しいんだけど好きなものを撮るのは俺たちも自主にローゼみたいな動きにもなってるじゃないですか。あのなんかそういうところが少しこう全体的には変わってきていて、その映画に対するなんか熱さみたいなのをもう一度みんなが取り戻せるっていう、なんか本当にそういう兆しが見えてきてる気がして、今すごく楽しいなと思いが、もう一度思い直している感じがある。そしてさ、その若いね、うまくやりかしてくれそうな若手の作り手が出てきてるみたいな感じてるんだったら、俺60過ぎましたけど、もう一回1年生監督に戻るってそういう若い子に混じってですね、はい、このジジイがまたちょっとやらかします、はい、またぜひいろいろ相談に乗ってください、はい、今日はどうもありがとうございました。梅さんもありがとうございました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。